はい、こんにちは。今回はね、トンカンというやつですね。では、トンカンを飲んでます。ポンカはポンカンでまたちょっと違う感じの味だね。すごくなんか他のみかんよりも明らかにすごい甘い。こんなに甘いんですかってぐらいポンカはすごい甘いですね。なんかポンカは甘い甘いって言うけど、本当その通りだね。他のみかんと比べて明らかに甘みがこう全然違うというか、なんで、なんていうのかな、すごくこう甘くて美味しい味ですね。まあこんなに甘いんだったらポンカンってね、植えてみるかと思って植えてみたけど、植えてよかったですね、ポンカンをね。こんなに甘いんだよね。別にこれ砂糖が入ってるとかそういうわけじゃないし。で、例えばこう、目覚めの時とかにね、こういう、まあ、コーヒー飲んで、目覚めに飲むってするかもしれないけど、逆にこういうふうな、自然 100% のね、みかんとかを飲んで、目覚めるっていうのもいいかもしれませんね。非常にちょっとコーヒーとは違いますけどね、すごく甘みがあり、ほんの少しこう苦みがあるかなっていうぐらい。でも全然他のものよりも全然いける味ですね。通常のみかんよりも明らかに甘い。こっちの方がね、いいんじゃないかなっていうぐらい。すごく甘いんで、まあその甘さのあるみかんの味というのが、なかなかいいなというふうに思いますね。どうもありがとうございます。